生き生き健康チャンネル。YouTube で20分前後の動画を発信しています。以下のようなテーマから随時トピックを選んでお伝えしています。愛と健康、薬の鋼材、補完代替医療、統合医療、心のケア、霊性とスピリチュアルケア。もし気に入っていただいたら、チャンネル登録をよろしくお願いします。私は大学の医学部を卒業した後、関西の病院で消化器外科を10年ほど専攻しておりました。その後、アメリカに渡り、ミシガン大学、デューク大学、ウィスコンシン医科大学で基礎医学の研究に費やしておりました。数年前に帰国して、現在は名古屋市で統合医療のクリニックを経営しております。今回は、霊性とスピリチュアルケアについて3回に分けてお話ししてみます。現代医学には、人はどう生き、どう死ぬのかという哲学が致命的に欠落しています。そのため、医療現場では連日連夜、意味のない延命治療が繰り広げられています。死とは医療の敗北なのでしょうか。死は医療の敗北か。死後の世界は存在するのか。心や意識はどこから生まれるのか。宗教と医学は最終的に統合可能か。愛とは本能か。それとも偽善か。これらの問いに答えつつ、霊性とスピリチュアルケアについてお話しします。生きとし生ける者、皆、いずれは死が待っています。死ぬことを往生と言います。生って生きると書きます。私たちは死後、一体どこに行って生きるのでしょうか。人間の体は、肉体と魂の合体したものであるという考え方があります。一方で、肉体だけであるという考え方ももちろん存在します。イェール大学で23年連続の人気講義をしておるシェリー・ケーガンという教授がいます。彼は、死とは何か。という本の中でこんなことを言っています。魂など存在しない。私たちは人格を持った人間だが機械に過ぎない。機械は壊れてしまえばもうおしまいだ。死は私たちには理解しえない大きな謎ではない。つまるところ死はどの機械もいつかは動かなくなるといったことと比べて特別に不思議なわけではない。永遠の命イコール永遠の退屈である。これこそ自分が永遠に続けたいと思うような人生は一つとして思いつかない。一見素晴らしい不死の夢も決して逃れられない悪夢に変わる。死を免れない私たちが取る最高の人生戦略、それは食べ飲み愉快にやる。なぜならば明日には死ぬかもしれないのだから。
一方で京都大学心の未来研究センターカール・ベッカー教授、彼は愛する者は死なない、東洋の知恵に学ぶ癒しという本の中でこんなことを言っています。日本は不思議な国です。明治以前には魂の存在を当然のこととしてきたのに、今では過去の欧米に追従してこの種の現象を真面目に考えようとしない風潮が特に科学者の間に強くあります。経営心理学者でカウンセラーの飯田紀彦さん、彼は200万部のベストセラーシリーズ生きがいの創造で死後の生命や生まれ変わりの仕組みについての科学的な研究結果を紹介しています。生まれ変わりの科学が人生を変える。私たちが囚われている物質こそが実体のない幻であり、私たちが軽んじている精神こそがむしろ私たちの実体なのです。私たちの精神とは意識体や魂と表現されているもののことであり、これこそが永遠に存在する私たちの真実の姿です。肉体を持ってこの物質世界に生まれてくると、声を発して会話したり文字を書いたり手振り身振りを使わなければお互いの意思や気持ちを相手に伝えることができません。その時に私たちに問われるのが、相手を信用することができるか。たとえ信用した結果うまくいかなかったり裏切られたとしても、相手を責めないで許すことができるかという愛の水準です。死んであの世に帰った魂がこの世に何度も生まれ変わってくること、これを輪廻転生と言います。死ぬ瞬間、チベット死者の書。臨死体験が教えてくれた宇宙の仕組み。人は死なない。これらの本は輪廻転生やその仕組みについていろいろ書いています。マイアミ大学医学部精神科の教授ブライアン・ワイス、彼は優秀な精神科医として名声を確立していました。ある女性患者を催眠療法で治療しているうちに、突然彼女が紀元前2000年のエジプトでの前世に戻ってしまいました。近代医学しか信じていなかったワイス医師にとっては信じられない出来事でありました。しかし過去性体験を繰り返すことで、この女性患者の症状はどんどん回復していったのであります。前世療法により数々の病気や症状が改善治癒するということをブライアン・ワイスはこの本の中で述べています。そして彼は断言しています。輪廻転生は事実である。アメリカのバージニア大学の地殻研究所には2600件の輪廻転生の事実が集積されています。
古代インドのヨガ医学での身体観によれば、目に見える肉体は粗大身体であり、その周囲には目に見えない高い波動で形成される微細身体がある。この粗大身体と微細身体との間ではプラーナ、気が交流している。我々の体は物質的身体、粗大身体に加えてエネルギー身体、微細身体が合体しています。このエネルギー身体が例えばエーテル体、アストラル体、メンタル体、コーザル体などの名前がついています。そしてこのエネルギー身体の総称がオーラであります。実際にオーラを見ることができる人も存在しています。我々の体は肉体とエネルギー体ともう一つ霊体とが合体したものであるという考え方があります。我々が霊界にいる間は霊体だけなんですが、それがこの地上で肉体を見つけまして、それに合体してまいりますと、そこにオーラが発生をして、肉体と霊体とオーラ、この三者が共同で一つの体に住み着くことになります。そして我々が根性で人生を生きることになります。死が近づいてまいりますと、肉体からこの霊体とオーラが徐々に離れていきます。そして肉体が滅んだ後も霊体とオーラがしばらく共存しておるのですが、やがてこのオーラも消え去って霊体のみとなります。そして霊界において永遠の命を生きることになります。また新しく地上に肉体が見つかりますと、霊体がこの肉体に入り込んできて新たな人生を生きていくことになります。この繰り返しを輪廻転生と言います。このオーラや霊体は我々の肉体に大きな影響を及ぼしております。これをスピリチュアリティと言います。スピリチュアルケアとは、このオーラや霊体を刺激して結果的に霊体やオーラが我々の肉体に影響を及ぼす、そういった効果を期待しています。これがスピリチュアルケアの本質であります。人はなぜ生まれ変わるのでしょうか。それは魂の進化に不可欠なさまざまな体験をこの物質の世界でするためと考えられています。ここの魂は普遍の進化の目標点を常に目指して行動し、異なった体験を蓄積していきます。魂が進化の究極の目標に到達できたとき、私たちは物質の世界に生まれ変わる必要がなくなります。すなわち魂を磨いて進化の結果が出せるのはこの物質の次元だけであるからと言われています。我々の肉体の中にある物質、これがオーラあるいは霊体に作用して我々の魂の進化につながります。イギリス人の霊媒に降霊した古代霊シルバーバーチ、善意を施す行為に携わることによって霊的成長が得られる。博愛と献身から生まれた行為は
その人の性格を増強し、魂に聞けることのない印象を刻み込んでいく。すなわち、魂の進化には愛の経験が不可欠と考えられます。霊性とスピリチュアルケア、パート1をお送りしました。次回をお楽しみに。